衝撃コラボナンバーアンダーラインアイるパンピー、スクエアアンダーラインワンは天才の出会い。神宮寺由太の音楽センスが爆発。平野翔かけるウンディ夢のコラボ。透明になりたいが奏でる新たな音楽世界。ナンバーアンダーラインアイという名前を聞くとき、私たちは自然と何か特別なものがあるという感覚を抱く。それは単に音楽ユニットとしての形容詞ではなく、 彼らが音楽に込めるメッセージや、個々のメンバーが持つストーリーに深く結びついているからだ。特に、平野翔、岩優太、神宮寺優太という3人が織りなすユニットは、過去の輝かしい実績と新たな挑戦が絶妙に交差し、ファンや業界内で大きな期待が寄せられている。彼らの音楽は、単なるメロディーやリズムにとどまらず、それ以上の感情や物語を伝える力を持っているのだ。 2023年にリリースされたデビュー曲、GOT は、その象徴的な存在だ。この曲には、春ファイブ・ニュー・オールド・モンジョエ、ダツ・ピコリ・オット・フートワークスという、ジャンルを超えたアーティストが携わっている。彼らの音楽の特徴として挙げられるのは、ジャンルを超越したプロデューススタイルだ。特に、GOT では、ヒップホップ、エレクトロニカ、ロックなど、異なる音楽要素が巧みに融合されており、 これがナンバーアンダーライン愛の多面的な魅力をさらに引き立てている。だが、彼らの音楽を語る上で忘れてはならないのは、その音楽を支えるバックグラウンドだ。音楽だけでなく、彼らがどのようにしてこの道にたどり着いたのか、そして今後どのような道を切り開いていくのかが、より一層注目されるべきだ。特に5月にリリースされたミニアルバム、n o オー i n g に収録された、Square A.Line 1は、 神宮寺ゆうタがパンピーに直接オファーして実現した楽曲だ。パンピーのキャッチーで軽やかなフロー、そしてユーモアに満ちた歌詞がこの楽曲を際立たせている。この曲を通じて感じるのは、神宮寺自身の音楽に対する感性の鋭さだ。パンピーを選んだこと自体が、彼の音楽的嗅覚の良さを物語っていると言えるだろう。おそらく、彼は自分が表現したいことと、 パンピーの世界観がどのように交わるのかを的確に理解していたのだろう。これにより、ナンバーアンダーライン愛の新たな一面が引き出され、ファンだけでなく幅広いリスナーに新しい感動を届けることができたのだ。また、愛という楽曲にも注目すべきだ。この曲は、ゴスペル調の温かいナンバーであり、キーンがプロデュースしている。彼の手がけるこの楽曲は、一見シンプルな展開でありながらも、 一握りの幸せでいいという歌詞が心に深く響く。ゴスペルというジャンルは時に大げさに聞こえることもあるが、この楽曲においては非常に繊細に、かつ聞き手に寄り添うように表現されている。神宮寺とキーンのコラボレーションは音楽の力を再認識させる瞬間であり、リスナーに新たな感動を与えてくれる。これらのコラボレーションは単なる楽曲制作の枠を超え、 メンバー同士の音楽に対するリスペクトや友情が感じられるものとなっている。ウンディーとのコラボレーションも注目だ。平野翔のソロ楽曲、透明になりたいは、ウンディーがプロデュースしており、彼の音楽的なマルチスキルが存分に発揮されている。ウンディーといえば、自身でアートワークや映像のディレクションも手掛けることで知られている。彼のクリエイティビティは、単なる音楽制作にとどまらず、 視覚的な面でも彼の世界観を表現している。平野翔とのコラボレーションは、このマルチスキルを最大限に生かした作品となるだろう。ウンディーと平野の二人は、音楽的な感性だけでなく、その創作に対する熱意や情熱も共有しており、その共鳴がどのように音楽に反映されるのかが非常に楽しみだ。さて、ここで新たな視点を提起したい。これまでに語られてきたのは、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーがどのようにして他のアーティストとのコラボレーションを通じて自分たちの音楽を広げていったかということだが、実際には、彼ら自身のセルフプロデュース能力も見逃してはならない要素だ。ガン・ユータは、その最たる例と言えるだろう。彼は、自身でセルフプロデュースを行い、その中で自分自身のアイデンティティを音楽に反映させている。セルフプロデュースは簡単なことではない。それは、 自分自身を客観的に見つめ、外部の視点を取り入れつつも、自分の本質を曲げないバランスを取る作業だからだ。騎士の音楽は、彼の個性が色濃く反映されており、その誠実さがリスナーに伝わってくる。では、なぜ彼らはここまでセルフプロデュースや他のアーティストとのコラボレーションにこだわるのか。それは、単なる商業的な成功を超えて、彼ら自身の音楽的な探求心が根底にあるからだ。 音楽業界は常に変化しており、新しいトレンドや技術が次々と生まれてくる。その中で、彼らが立ち止まらずに前進し続けるためには、自分たちの枠を超えて、新しい視点やアイデアを取り入れる必要がある。だからこそ、彼らは他のアーティストとのコラボレーションやセルフプロデュースを通じて、自分たちの音楽を進化させていくのだ。例えば、神宮寺がパンピーを選んだ背景には、 彼自身が新しい音楽的な挑戦を求めていたからだろう。平野がウンディーに声をかけたのも、同様に彼自身の音楽の可能性を広げたいという思いがあったのだろう。そして騎士がセルフプロデュースに取り組むのも、自分自身の内面と向き合い、その本質を音楽に反映させたいという意欲から来ている。このように、彼らの音楽に対する姿勢は非常に積極的であり、その探求心が彼らの作品をさらに豊かにしている。 今後、彼らがどのようにして自分たちの音楽を進化させていくのか、非常に興味深い。特に、彼らがどのようにして新しいトレンドや技術を取り入れ、どのようにしてそれを自分たちの音楽に反映させていくのかは、今後の音楽シーンを大きく左右する要素となるだろう。また、彼らがセルフプロデュースや他のアーティストとのコラボレーションを通じて、どのようにして自分たちのアイデンティティを守りつつも、進化していくのかにも注目したい。 ナンバーアンダーライン愛の音楽が私たちに与える影響は、単なる一過性の流行や感動ではなく、深く持続的なものだ。彼らの楽曲が持つ多層的な意味合いや、音楽に込められたメッセージは、日々の生活の中で何度も繰り返しかみしめられるようなものであり、それは時間をかけて私たちの心に浸透していく。特に、彼らがセルフプロデュースに挑み、 外部のアーティストとのコラボレーションを通じて新しい表現の可能性を探っている姿勢は、私たちにとっても学びとなるポイントだ。私たちは、彼らの音楽をただ受動的に享受するだけでなく、彼らがどのようにして音楽を作り上げているのか、そのプロセスにも注目することで、より深い理解と共感を得ることができるのだ。例えば、神宮寺勇太がパンピーにオファーを出した背景には、彼自身が常に新しい挑戦を求め、 自己表現の幅を広げようとするる姿勢があるこのようなアプローチは、音楽に限らず、私たちが日常生活の中で新しいことに挑戦する際にも応用できるのではないだろうか。新しいことに取り組むことは、時に不安や困難を伴うものだが、それを乗り越えた先に待つ新しい景色や経験は、私たちに大きな成長と達成感をもたらしてくれる。また、平野翔がウンリーにコラボレーションを依頼したという事実も、 彼自身が既存の枠組みにとらわれず、常に新しいアイデアや視点を取り入れることを大切にしていることを示している。ウンディは、音楽制作だけでなく、アートワークや映像ディレクションにも力を入れているアーティストであり、その多彩さは平野にも大きな影響を与えたことだろう。二人の共鳴によって生まれた楽曲は、単なる音楽以上の体験をリスナーに提供してくれるはずだ。これにより、 私たちは音楽が持つ視覚的感覚的な要素にも注目し、新しい形で音楽を楽しむことができるようになるのだ。このように、ナンバー・アンダーライン愛の音楽が私たちに与える影響は、単に聴覚的なものにとどまらず、視覚や感覚、さらには私たちの内面的な成長にまで及ぶものである。彼らの音楽は、私たちに新しいアイデアや感情を呼び覚まし、 日常の中に新たな意味を見出すきっかけを提供してくれる。その一方で、彼ら自身もまた、常に自分たちの音楽を進化させ、リスナーとの関係を深めていく努力を続けている。その姿勢が、彼らの音楽をただの一時的な流行ではなく、時代を超えて愛されるものにしているのだ。さらに、私たちが彼らの音楽を受け取るだけでなく、どのようにしてそれを自分たちの生活に取り入れ、 かかしていくのかも考えるべきだ例えば、平野が歌う「透明になりたい」は、現代のストレスフルな社会において、多くの人々が抱える不安や孤独感を反映している。この曲を聴いたとき、私たちは一瞬の癒やしや解放感を得るかもしれないが、その感情を一歩進めて、日常生活の中でどのようにして自分自身の心の平穏を保つかという問いに向き合うこともできる。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、 単に楽しいだけでなく、私たちに深い思考や感情の探求を促すものでもあるのだ。そのように考えると、彼らの音楽は私たちにとって一種のガイドブックのような存在であり、私たちが人生のさまざまな局面で直面する問題や課題に対して、新しい視点や解決策を提示してくれる。そして、その音楽が私たちにとってどのように役立つのか、それは私たち次第である。 彼らの音楽を通じて私たちが何を学び、何を感じ、そしてどのように行動していくのか。その問いかけが、ナンバーアンダーライン愛の音楽の本質であり、彼らの音楽が私たちに与える最大の贈り物なのかもしれない。また、彼らの今後の音楽活動にも期待が高まる。彼らがこれからどのようなテーマに取り組み、どのようなスタイルで私たちに音楽を届けてくれるのか。特に、 今後のアルバムやライブパフォーマンスで、どのようにして彼らの進化を目の当たりにすることができるのか。その一つ一つが、私たちに新たな発見と感動をもたらしてくれるに違いない。